はい、ブープーテレビの総集編でございます。大木です。小川です。よろしくお願いします。こんにちは。安藤さんが新潟に行ってしまい、はい、藤原くんは、大阪に行きました。大阪にいますね。はい、忙しい仕事です。今日、あ、桜が満開ですね。おそうだねということで、今日はもう声もカレカレだね。昨日ね、うん、保育園の最終日だったんですよ、はい、子供のね、子供の、うん、でついて最後だからついていこうと思って、うんうんうん、ついてって、うん、そしたらプレーパークっていうところに行くんですよね、はいはいはい、でそこにプレーワーカーっていうボランティアのお兄ちゃんがいるんですけど、彼らも3月31日で最後の日だからっつって追い出し会があるっつって、みんなでさよならっていうのをやるんですよ。でそれの写真係頼まれて、写真撮ってたら、いきなりじゃあみんなお疲れ様っつって、いきなり水をバシャバシャかけ始めて、なんでなんだこれはって思ったら、そういうものなの。持ってるカメラも防水だったから、ああよかったね。まあ、防水のカメラ渡されて、あ、防水だなと思ったら、そういうことだった。水かけ祭りが始まって、へえ、それはもうめっちゃ冷たいやつ、普通の水道水をバッシャ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 かけ合うんですが、そんな暖かい日じゃないよね昨日。あ、そこそこは暖かかったのか。20度近かったんですけど、あ、でも家帰ってから、うんうん、これ大変だなと思ったら、みるみる熱が上がってそりゃそうだこんなうなされるのかっていうぐらいうなされましたよ。あり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 、はい、難儀だったね。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、それで今日は総集編と、ちょっとうさばらしをしたいなと思います。そんな気の熱が出てもういやいやいやになっちゃったからねいやいやいやになっちゃったからねおう、よもぎ餅大会、よっしゃおう、常々よもぎ餅ブームが来ておりまして、うん、だいぶ前から来てるよね。だいぶ前から来てまして、うん、よもぎ餅がうまい、うんうんうん、ただ一種類しか知らないんですよ僕、美味しいよもぎ餅っていうの。母親が送ってくれたやつが、はいはいはい、大阪にある。ほう、でもまあそこもそのよもぎ餅だけでのし上がってるようなお店じゃないので、うん、そうなんだ。まあ、多分東京でもそのお菓子屋さんのうちのどこかは、うんうんうん、美味しいよもぎ餅があるんじゃないかな。はいはいはい。私昨日さ、よもぎ餅っぽい服着てたんだよ。それ着てくれよかったわちょっと一日すいません、はい、新宿伊勢丹の地下1階に行って、はい、よもぎ餅売ってりゃ買い。お、和菓子はあまり買わない、和菓子は買わないじゃないですか。買わない買わない、買わないですよね、うん、和菓子がいい和菓子っていうのがよく分かんないですけど、はい、これぐらいのお餅、餅はこう高くなってくるとやっぱちょっとちっちゃくなってくる。ああそうかもしれないですね。品が良くなることに小さくなる、あと1個が相場で216円だったのが分かります。そこそこ高いね。ケーキってこうちっちゃいケーキ400円あするする、高いやつするじゃないですか、うん、それに比べたら和菓子はさらに小さくして200円なんだなというのが、なるほど、分かりましたね。気づきを得た、知見を得た、だから1000円持っていけば、うん、よもぎ餅が4つぐらい買えると。4つ5つ買えて、新しいアクティビティだ。そうそうそう、でちょっといろんなお店の買えるので、うん、満足度が高いっていう。ほう、デパートね、はいはい、いいですね。食べ比べられます。やった、僕の よもぎ餅愛は、はい、よもぎが、はい、よもぎの匂いがすげえフレッシュなやつがあるんですよ。へえ、センタロウ。センタロウは有名ですか。有名ですね。これはなんだっけ、カノーなんとか、あ、全部一応有名な有名店ですよね。あ、はい、鈴かけ、はい、神楽。フレッシュなものをよもぎ餅を求めて、求めて、はい、どういう、前に別役さんの動画行ってみましょう。近年鬼に騙されているなどと背後に鬼がいるような話をしてお金を騙し取るという手口のいわゆる鬼鬼詐欺が増えています。鬼の金棒を壊してしまって弁償しなければならない、不注意で鬼の手にコーヒーをこぼして火傷を負わせてしまい治療費を払わなければならないなどと架空の騙され話で金品を騙し取るということです。専門家に話を聞きました。鬼は
わざわざ電話をかけさせたりして金品を取るようなまどろっこしい真似はしません。お金がありそうなところに直接脅しに行きます。また、金棒は人間ごときが壊せるようなやわなものではありませんし、コーヒー程度で鬼はやけどをしません。その上でこのように結論付けました。このような電話があっても、決してお金を渡さないでください。お金を渡していいのは鬼だけです。急増する鬼鬼詐欺についてお伝えしました。CM の後はスポーツです。お金は鬼にしか渡しちゃいけないのね。そうじゃな。気をつけないとな。はい。最後がめちゃめちゃ静かなんですよ。鬼は悪いやつですね。鬼ですからね。どうしてこんなに鬼のことばっかりやってるんですかね、ベテランさんはね。本当ですね、取り憑かれたように、うん、はい、飽きないんですかね。飽きないんでしょうね。飽きないんですか、ね、で、強くさん、ドクロも一切飽きないじゃないですか。飽きないですよね、うん、そう結構過剰なものだけど、飽きないよね、鬼もドクロも。麺醤とか、うんうん、あ、もう、よもぎ餅とか、はいはいはい、バーッと飽きちゃうんですよ、うん、好きになって、うん、私も結構そうだな。鬼、飽きないですよね。ライフワークですもんね、うん、うん、ドクロが好きとかもね、うん、ヘビメタも好きじゃないですか。あ、好き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 。ペジャさん、うん、飽きないですよね。飽きないんだね、うん、凝り性っていうのかね、なんていうのか、飽きない性、飽きない性飽き性の逆ですね。もう我慢できませんか、はい、我慢できないです。すみません、ペジャさん、本当我慢できないです。もぎもちの話を、我慢できないです。どれから行ったら家ですか。なんか身についたやつ買いましょうよ。これいいです。これなんか、これは鈴掛さん、はい、福岡っていうパンフレットに出てましたよ。ショート博多に生まれて94年。ショート、はい、ショーの都と書いてショーの都、ショートって読むのかな、ショート、現代の名工に選ばれた初代中岡三郎のもと、自然豊かな九州の四季折々の新鮮な素材と、はは、確かな職人技が織りなす創作和菓子の店として古くから皆様に愛されてまいりました。これ行列できたんです。はあ、並んだ並んだ。いちご、いちごのにこういちご大福売ってるんですけど、はあはあ、いちごでっかいいちごにこうとこう薄い丸になった大福があって、それが名物なんだ。そう、あえてそこを今日は、いや、そう、よもぎ餅、よもぎ餅、おい、おお、結構ボリュームがありますよね、餅だからね、うん、おお、おお、おお、中にあんこが入ってるパターンのやつ。みんな大体よもぎ餅ってのはさ、中にあんこ入ってるの。まあそうじゃないですか。あ、そういうものなんだ。いいですか、食べて。はい、柔らかい、うん、あ、うん、あんこうまいね。あんこうまいね。あんこうまい、うん、うん、うん、あんこが強いね。餅も柔らかくてうまいですね。うん、うまい、うまい。ただ僕の言うよもぎのフレッシュさっていうのがわかる。なんか前その大北くんがすごい感銘を受けているよもぎ餅食べさせてもらったことあるんだよね、うん、よもぎがすごいんだよね、うん、もうズラーンっていう感じなんだよね。よもぎがズラーンって感じ、うん、そう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 、あれはよ、あ、なるほどねって感じするもんね、うん、これは草餅だね。あ、違うんですか。いや、同じだと思うけど美味しいですな、うん、うまい。あんこがちょうどいいですな、これ。美味しいね。あんこが美味しいよね。うまい、あんこ、うまい。あ、これほら、いい箱に入ってきたよ。あとでまたちょっと食べよう。うん。でも、そう、これはこれで美味しいですよね。美味しいですよ。あ、しょっぱい。あとしょっぱいんですね。そう、しょっぱいんだ。しょっぱさだよね。あんこがしっかりしょっぱいんだね。あんこしょっぱいですね。あとなんかちゃんと田舎っぽさあるね、このあんこね。わかんないです。田舎っぽさってなんですか。あんこってやっぱさ、上品なのとこうちょっとだがだものっぽいっていうかさ、ああ、あって、まあ粒あんだからね、ああ、草餅はちょっとだものっぽよりなんだと思うんですけど、美味しいですよ、うん、しょっぱい、こんなしょっぱいのかってぐらいしょっぱいですね、しょっぱいですね、うん、
しかし俺の求めてたクソ持ちではなかった、うん、じゃあ旅に出ましょうか。はい、うん、その前に北村さんの動画です。はい、京都府内の寺本能寺に放火し、中で就寝中だった織田信長さんとその部下たちを殺害したとして放火殺人などの容疑に問われている自称戦国武将明智光秀被告の初公判が京都地方裁判所で行われました。武将髭にちょんまげ一丁という憔悴しきった様子で法廷に姿を現した明智被告、被告人質問に入ると支離滅裂な返答を繰り返していました。敵は本能寺にありとあなたが言ったんですよね。言ったかもしれないし言ってないかもしれない。家康にそそのかされた気もする。信長さんから金冠頭などと馬鹿にされたのを恨んでの犯行だった。そうではなく武士道の乱れを正すためにやった。でも自分で天下を取りたかったからという気もする。火をつけたのはあなたが自分で、本当は本能寺になんて言っていない。あれは信長を恐れた宣教師が爆薬を投げ込んだんだ。次回後半で羽柴秀吉検察官は仇討ちごめんということで死刑を求刑すると見られています。はい、裁判の法廷が書けるようになったという北村さんからすごいですね、器用ですね、イラストが上手ですね。いや本当器用ですよね。器用だってこれもう法廷画って言ってる割にはもう殿様の絵まで描いてるわけですから、そう法廷画であり歴史の絵でもある、ね、ああいう歴史の絵ありますもんね。すごいよ本当に。デイリーでもイラスト勝負のやつやってますよね、イラストの北村さんが。そうです、うん、ありますね、イラストゲー、渡瀬製造とかね、うん、やってます。根本的な絵が上手なんですか、ね、いやそうなんでしょうね、なんていうかどうしたらああいう風に、ね、ズバーンと当ててこれるのかが、うん、なんか勘どころがすごいあるんでしょうが、すごいですよね。モノマネみたいなもんなんですか、ね、あそうかもしれない、うん、そうだ、うん、絵のことよくわかんないですよね、やっぱね。いや全然わかんないですよ、うんうん、明智光秀、はい、はい、織田信長、うん、すいません北村さん、次貸してくださいそうなの、まあはい、謝るのそこはよもぎ餅、あ、よもぎ餅、ね、あ、そうだ、もう食べんだ、はい、じゃあ次行きましょうか、ね、じゃあね、じゃあ続いてこちら、センタロウ。この間テクノシゲームの吉田さんがセンタロウの豆大福を買って編集部に来てくださいまして、それか、めちゃめちゃうまかったよね。センタロウはおたもちなどが置いてあります、はい、あーなんかセンタロウも行列っぽいのができてます。あ、そうなんですね。なんかすごいよ、ほら、なんていうの、なんか書いてある、これ読めない、読めないな、仏教用語っぽいですね。仏教用語なのかな。あ、おっきいですな、なんかちょっとこれかしわもち感あるね。うん、あ、そうですね、うん、かしわもちっていうパターンもありました、よもぎの。なるほどね、あ、これかし、おかしわなのかね、じゃあね、よいしょ、あ、美味しそうだね。あ、そうですか、はい、お、柔らかいな、柔らかいね、いただきます。柔らかいな、さっきよりよもぎ感強い、うんうん、なんかこれ甘さが違う気がする、飴っぽい、うん、そうだね、うん、飴みたいな味しますよね。そうだね、あの砂糖じゃなくて水飴なのかな。そう、多分麦芽糖とかああいう味がする。あのさっきのが大福のあんこだとしたら、こっちのあんこはもなかのあんこに近いっていうか。あ、そうなんですか、なんかふんふんふん、でももちろん、もちろん比率が高いね。うんうん、なんでこんな違うんだろう、すごいね、甘みが違うねはい、後で食べよう、うんすんごい、ちょっとこんなに違うの、これでもよもぎの点数でいうと15点ぐらいですよ、はい、あ、まあそうね、さっきのが20点だと思う、確かなるほど、うん、そう、本当によもぎ感に関してはね、うん、あとこんなにさ、これ砂糖の甘さなんですか、これ分かんないな、ちょっと風味違いますね、うん、何か成分違うのかな、うん、うん、美味しいのは美味しいんですが、美味しいのは美味しいです、
よもぎ餅の良さ分かってない気がする、お菓子屋さんが。あ、もっとよもぎをもっと入れていいんじゃないかっていう、うんうんうん、そうだね、もっとぐっちゃぐちゃにしていいんだよという草で、うん、うん、そんな気がするな。やっぱあのガツンとくるさ、うん、よもぎのやつやっぱトリップ感ある、やっぱそうそうそう、やっぱなんかこうそのね、だからタイマーをクッキーに入れるっていう話あるじゃん。そういう、その感じだよね、多分そういう感じ、うんうんうん、あ、これよもぎ餅を食べた時にこれか、そうだそうだ、タイマー入りクッキーってこれか、うん、これかって感じ。そうだね、鼻からブシューとこう抜けるね、そう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 、よもぎがね、あの感じがね、はい、欲しいな。お疲れ様です。いや、いよいよですね。その男には夢があった。ギター持ってその立ちたいって夢があったんですけど、やっぱ東京ちょっと怖いじゃないですか、新宿とか特に。だからなかなかそれをね叶える機会がなくて、やっとギター変えて憧れの新宿にやってきて、でいよいよそのギター持って立てるっていうのがね、ちょっとドキドキしますけどね、やっぱ夢がやっと叶う瞬間なんだなと。なんかそう思うとね、ワクワクしますね。ついに夢が叶った。ギター初めて買ったから弾けないんだよね。立ったのはいいんだけど。これ一人かな、はい、撮影。撮影二人、ね。あ、そうなんですね。よかったよかった。最近誰か撮ってんですね。うん、あ、そうなんだ。ありがてえですな、絵が綺麗ですね。街の光が。あ、街の光が、ね、うん。そうですね。うん、カメラは地主君のカメラだと思うんですけど、ね。ああ、ね、なるほど。うん、なんか多分農大の。あ、はいはいはい。うん、それか恋人とかね。撮ってんじゃないですか。お恋人の存在を感じるときあるよね。恋人の存在を感じるときありますね。あるよね。ある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 動画とかある。恋人がいないとね、やってらんないだろうっていうと撮影ありますもんね。よっぽど信頼してないとこれやってくれないだろうなっていうやつとか。そうだよね。そうだよね。2回頼みづらいんですよね、友達にね。また、うん、そうだね、また撮影でしょってことになるっつって。なんか、あ、撮影をよく友達に手伝ってもらってるライターはいい人、性格がいいんだろうなって、あの小坂井さんとか、ああ思うね、うん、はい、これ地主くんの一番最後終わった後の、うん、独り言コーナー、はい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 、最近ブームでして、今回も俺ギター弾けねえんだよ、うんうんうん、あれは誰に向けられてるのかっていうのが毎回あるんですけど、うん、そうね、今回もこれカメラマンに向けられてる。そうだね、そうだね、今まではずっと独り言だったんですけど、あ、はい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 、カメラマンに言ってる感ありましたね、ええ、うん、ただこれ確実に私たちに言ってますからね。まあそうでしょうね、言い訳だから。言い訳ってかオチ。そうですよね、うん、だから最後までこう聞き逃さないようにしましょう、はい、ぜひ聞きましょう。お茶行きましょうか。お茶お茶、はい、お茶大事だね。お茶大事です。温かいお茶を。あ、もう焼けてるよ。20秒でこんななんかステーキみたいな。刺身はこうなるよなっていう味にしてますよ。あ、半生だ。半生ではないんだね、これ。ぬるいところと焼けたところがある。ぬる焼け。冷や熱みたいなやつだ。ほらぬる冷や。ガチガチ、ガチガチ行こうか。あ、え、あっ、ういよ。あ、お、うまい。うまいね。うん、ジャーキーっぽさ出てきた。あ、ジャーキーっぽさ出てきた。水分はなくなって、はい、カッシュカッシュになってるんですよね。旨味がある、生臭さがない。うん、つまでも食べますか。どうだ。お、切り干し大根ですね。ラッキーラッキーラッキー、すごい。ラッキーラッキーって何ですか。500ワット2分、ツナの干物と切り干し大根2分、うん、で、ジャーキーを作ろう。うん、はい。
レンチンはマグロでした。これ結構再生回数が多くない？うん、そうかもしれない。やっぱ熱いやつは派手で。熱い方がいいんだ。熱い方が熱がる方が派手で面白いような気がするな。なるほど。何がいいかとかもうないですけどね。わかんないね。ハウツーなのか、何なのか、リアクションなのか。おしゃべりの部分大きいんじゃないですかね。だから結局マグロをレンジしてかけたい人って少なそうですもんね。まあそうそう、やるかやんないかって言ったらやんないよね。なかなかでも結構評判いいですよね、やっぱね。ありがたい限りです。周囲の評判がいいですね。そうだね。見たよ見たよ言ってもらえますね。そうですね、またこの後も撮影が、はい、ね、何をやろうね。あ、まだ決まってないんですか。あれ、それ私が決めんな。あれそうか、こっからまだでも1時間ぐらいあるんで、まあ、その間にやっておきましょうか。はい、続きましては、じゃら、甘楽。どこのお店ですかね、甘楽って。甘楽はどこなの。なんか綺麗な袋ですね。あ、手がかり一切ない。甘楽さんの、はい。正解は動画の後で。めちゃめちゃ剥きにくいんですよ、これ。剥けずにここ残んだよ。うわーってなるわけ。割れてますね。うん。スッスッって聞こえますね、上原さん。うん、いけなくもないの。イタリアの上原。はい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 。そうですな。外国のお菓子はパツパツに詰まってるっていうのが、あ、そうですね、うん、あるあるですよね。そうですね、うん、あの遊びのなさ何なんだろうね。などうやって作るのも大変そうですけど ね、うん、ね、本当だよね。ピッチミチに作るのね、うんうん、いいことないと思う、ね、少ない方がでもあれなのかな、うん、腐りにくいとかあるんですかね。いやー、なんか何も考えてないような気がするけどね。そうですね、うん、甘楽を調べる。これちょうどこれを撮影するときに、はい、うんうん、ニフティの新入社員だから、はい、人事の人が向かない安藤という、あれは向かない安藤という僕なんか非常に好きなんですけどねつってありがたいこと言ってましたけどみんなゲラゲラって笑ってました。あ、笑ってくれるんですね。向かない安藤だって向かないと食べるんだってそうそうそう、おかしいね安藤がそういうメンタルをしてて、あ、本当。ドキドキしてちょっと動きが止まりましたよ。甘楽は分かりましたよ。分かりましたか。はい、はい、銀座のお店です。お、銀座6丁目和菓子の専門店、銀座甘楽です。作りたてにこだわり、銀座の真ん中で餡を炊き、餅をつき和菓子を作っております。銀座の真ん中で餡を炊く、はい、世界の真ん中、中心で、あ、そうですね、愛を叫ぶみたいな感じですね。銀座の真ん中で餡を炊くっていうの弱いな。そうね、弱いね。ちなみに豆大福の店だそうですね。あのメインの。そうなんですか。はい、でもまあね、楽しみですね。はい、じゃあ宮城さんの動画の後、はい、シクヤレイジホテルの部屋、スマホでネットしていたら飛んでカップルや、はい、みたいになるね。曲はすごい凝ってますよね毎回ね、曲はね、うん、すごい、こう自分にこうカメラが向きながら、こう歩きながらこう歌うっていうのはこう、うんうんうん、すごいバンドマンっぽいな、バンドマンっぽい、ミュージックビデオっぽい、うんうんうん、かっこいい人しかやっちゃいけないことを、どうでもいいことやりながらやるっていうね、堂々と宮城さんの本気っぽさっていうのこの辺はね、
そうですね、そういうとこあるよね、宮城さん、宮城さん、基本的にはね、かっこいいのが好きなんですかね。そうですね、うん、かっこいいの国の人ですからね。それをいかに私たちか、私たち、うん、私とあなたたちですよ、あなたたちですよ、宮城さんのそのかっこいいっていう気持ちをいかに抑えるか面白さを引き出していくか、君の良さは違うよ、そこじゃない、面白いところだよっていうのをこう皆さんで持ち上げてね、素敵、取りに行くべきは素敵じゃなくてゲラゲラだよそうです、いかにも宮城さんをこう持ち上げていくか、ね、はい、大切なところですな。はい、さあここでお知らせです。はい、なんと、はい、こちらのよもぎ餅、はい、砂糖の他に麦芽糖と水飴が入ってることが分かりました。それだ、さっきのも、うん、麦芽糖と水飴だ。でもさ、最初のは多分砂糖だけだと思うんだよね、一番最初のしょっぱなのやつは。はいはいはい、それ流行ってんすかね、あんこと麦芽糖。どうなんだろうな。よもぎ餅っていうのはやっぱりなんていうか、和菓子の中ではこう駄菓子っていうか駄物に近いというか、なんかこう田舎っぽい感じなんですかね。どんくさい感じですね。あ、でもこれ結構よもぎががっつり入ってる気がする。おー、これだこれだこれだ、水飴が入ってるんですな。うん、うん、これよもぎ感強いぞ。うん、そうでもない。うん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 、どうだい、徐々に来たな、徐々に来るね、ええ、あとさ、葉っぱがすごい見える。あ、葉っぱがね、あ、うん、キラ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 、そう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 、尻上がりに来た、うん、うんうん、いいいいいい、うん、いいよこれ、うんうん、いい、これだ、近いのはこれだ。あんこがおとなしいんだよこれ、甘くない、しょっぱくもない、うん、あんまり、うん、うんうんうん、これはよもぎを尊重してるんだよね、うんうんうん、これだ、よもぎに対してのやる気を感じさせる、うんうん、神だ、はい、銀座の中心であんこを炊いておりますこの時点でもう0点ですけどねこのよもぎを食べて、うんうん、信頼できます、うん、よしと、カンラさん、はい、名前覚えておこうじゃないか。ちょっとずつ残すつもり後で食べるんですよ、はい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 、後でね、はい、走馬灯のようにやってる。なるほどなるほど、あったなあったなっていう感じでね、電話しながら通夜待っちゃう旅。はい、あのさ、これ僕の癖なんだけどさ、はい、あの電話をしてる時に、あ、すいませんとかってこう頭を一緒にこう下げちゃって、はい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 、ついついすいませんみたいなあるんで、あ、はい、ちょっと電話だ、ああどうぞどうぞ、あ、もしもし、はい、あ、いやいやいや、こちらこそ、あ、すいませんすいません、謝る前から今もう、全然全然ありがとうございます、出てますね癖、出てます、はいはい、え、今日打ち合わせですか。いや、すいません、あ、ごめんなさい、忘れてました、あ、大丈夫ですか、本当ですか、すい、あ、申し訳ないです、申し訳ないです、すいませんでした、出てないですよ、いややりすぎです、いやいや、でも僕それ聞いてませんでしたけどね、あ、相手にも非があるのですかね、いやいや、それはそれでおかしいでしょ、いや、そんな言い方する必要ないじゃないですか、おかしい、結構揉めてますね、あんな謝ったの、いやいや、おかしいでしょ、今の。今どうなったの、今のおかしいでしょ。誰に言って、いや、電話。あんたが今やってきたからでしょ、あんたって何、今そういうおかしいでしょ、どういうことですか、岸田さん。いや、なんすかな、ちょっと。え、捕まれてるんすか、いやいや、やめてください、おかしいでしょ。誰もいないし、電話ここです。おかしいでしょ。置いた、ちょっと。いや、それ僕だってこうなりま、おい、誰、バーチャルリアリティみたいになってますよ、岸田さん。大丈夫ですか、電話、いや、なんで会話できてるんですか、ここ、電話そこ。あ、そっか、お互いそれはもう申し訳ない、すいません、お互いそっかってすごいですね、その能力がすごいですけど、ね、大丈夫ですか、すいません、あ、じゃあよろしくお願いします、あ、電話してました、大丈夫ですか、大丈夫、クセむっちゃ出てましたよ出てた、はい、まあ、いや、謝るクセ以上のものがあれ普段やってるかと思うとゾッとしますはいはいはい、フライタイムお楽しみでした、うん、はい、すごいですねこれ、名作の名作ですね、本当に、ね、これに関してはもう旅というかもうショートコントです、ショートコント、完全にショートコントですよね、完成度の高い、完成度の高い、芸術点めっちゃ高いですよね、よくできた作品です、いや、本当本当、すごい好きですよこれね、うん、いい話だと思います、はい、こ
ういう完成度の高いことをだらだらやってるのが良さだと思うんですよね。暗い旅の。あ、暗い旅。はい。そうですね。うん、あんまひけらかさないですよね。あ、そう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 。うん、なんかこうパリッとしてないじゃない。だらっと始まってぬるっとやってることがすごいなんか面白いっていう。あ、うん、なんか服とかもなんかすごい普段着じゃん。まあそうなんだけど、テレビ神奈川のやつはもうまだ京都、うん、京都しか見れなくなっちゃったんですよ。ああ、そうなんですか。多分出せるような気がする。うん、寂しいですね。いずれ暗い旅本編を浴びるように見たいですな。はい、そうですな。地上波でね。大丈夫か。わしはもう長くない。なんか本当そんな感じあるね。最近有吉ジャポンの中で始まった成り上がりジャポンっていうコーナーから目が離せないんです。これは下流社会に住む人たちが自分の店の出店資金の3000万円を社長に投資してもらうために、いろんな試練乗り越えて最後の一人まで生き残るっていうマネーの虎とガチンコを混ぜて、それを開示テイストで来るんだような企画なんですけど、これが面白いのと同時に見てて結構悲しいんです。特に48歳独身の大道芸人のおじさん、このおじさんが大道芸人の割にまあ不器用、研修としてこの社長のバーで働くんですけど、年下の店員に怒られたりからかわれたりして見てられないんです。さらに悲しいのが、社長に気に入られるために自分で坊主にしてくるんですけど、襟足だけ剃り残してしまっててジャンボ尾崎入っちゃってるんです。この髪型はね、余計にうわーもうやめてくれって感じで、やっぱ襟足残してもいいのはジャンボと辰吉だけやなと思いました。というわけで、48歳独身不器用な大道芸人、年下に怒られる、そして自己的に生まれたジャンボカット、この怪事で主役を張れる級の悲しみのロイヤルストレートフラッシュ状態のおじさんが見られる成り上がりジャポン、胸をかきむしられるような得体の知れない感情になりたい人にはおすすめです。ね、いいと思います。はい、テレビをあんまり 見られないので、はい、すごい勉強になってますよ。坊主にしてきますって襟足だけ残してくれてるエピソードいいなと思いますね。何考えてんだろうね。ちょっと好きなんでしょうね、やっぱり、ね、そういう感じが ね、 髪型がね、うん、それをやることによって坊主感ゼロですけど、ね、いや坊主感はゼロでしょうね。坊主という名のイメージからはね、遠くなりますよ。よくわからなくていいですね、うん、ちゃんとそういうとこ拾ってくれるのはいいですね。そうですね、よく見てるね。ロエ君のこの前の回がヤフーニュー映像トピックスにも飛び出上がりましたよ。はいはいはい、いよいよヒロエ君もだんだん安定感が出てきましたね。やっぱ継続ですな。継続ですね。何事もね。本当にもう最後のよもぎ餅は何ですか。あ、最後のよもぎ餅がですね、なんときな粉をかけるタイプのものになっております。あれ、そうなんですか。多分これだけでもいいんだろうけど、はい、もうあらかじめ若干のきな粉はかかっておりまして、はい、ただこう別店できな粉があります。おや、はい、一体どういうことだこれは。そうですね、続きは動画の後で。どういうことだ。どうでもいい絵描き歌、丸が一つありました。こけしかな、こけしじゃないよ、柱だよ。斜めの線が入ってサインポール。丸が一つありました。丸の中にゴルフボールが一つ入ってボギー。トトトトトトトロク。なんとボギー。ん？ボギー。ボギー。はい、あ、ボギーってなんだろうって書いてあったね。うん、ボギーってなんか1打オーバーしたやつ ?2 打。1打かな ?1 打ですよね。うん、あれあれ、絵でボギーって表せないよね。絵でボギー、ボギーって表せないから、あれって思って、ね。言ってるだけだ。なんだろうと思って。絵が分かんなかった。ああ、絵も分かんないですね。ボギーって何だろう、なんか混乱しますよね。うん、ボギーってね、うん、ボギーって言われたんだ、うん、でもボギーって検索してもボギー以外出てこないですね。ああ、あのボギーですか。うん、まあまあ
ポイント。意外と子供はゴルフを知ってますよね。え、そうなの？マリオのゴルフとか。ファミコンで僕ら散々やってるんですけど、今の子供どうですかね。やってないかな。はいはいはい、はい、いや、Wii とかもさ、なんか普通の Wii、はい、買うと大体そういうのついてくるね。そうですよね、うん、ラグビーとか全然知らない割に子供はゴルフ知ってるんですよね。なるほど、ゴルフは結構共通言語感あるのかもしれないね。ゴルフとカート、あとさ、テニス。テニス、うん、テニス、そうですよね。なんで15、30、40なのか分かんないですよね、うん。そんなあったっけ、テニスのルール。そうなんです。50、50、30、40、ね、全然わかんないですね、あの数え方もね。さあ、よもぎ餅。はい、はい、大変なことがありました。こちら、次のよもぎ餅なんですけども、きなこですよね。はい、名前が草の餅って書いてあります。はやー、ドラクエみたいだよ。大友のやかもちみたいな感じで。ほら、あ、本当だ、草の餅、ヒノキの棒みたいだ。あ、ヒノキの棒ですよね、銅の剣とかね。そうですね、ドラクエ感急に出てきました。そして、はい、なんときなこ別にかける。はいはいはい、かけます。かけないでいく。かけるとね、多分よもぎ感は失われると思うんだよね。古賀さんにまず食わせてから、僕はその後様子を見ようかな。なんでおとりみたいになってる。僕はよもぎを、あ、そうだね、かけない派です。分かった分かった。じゃあ動画の後、はい、恐ろしいほど当たる心理クイズ。あなたは砂漠を歩いています。すると目の前に果物が入った箱が現れました。さて、果物とは何でしょうか。みかんと答えたあなたはみかん好き。第2問。突然1億円の財産が転がり込んできました。そこに友人が50万円貸してくれと言ってきました。さて、どうしますか。貸さないと答えたあなたはケチ。第3問。あなたは裸で外にいます。あなたは変態です。はい、あなたは変態ですっていうクイズは、うんうんうん、気持ちがいいですよね。あ、そうですね、うん、その言い切るのがいいなと思って、うん、そうですよね、うん、言い切るって大事ですよ。大事大事、うん、大事ね。なんかこうなんとかかも、結構ね、躊躇してね、はい、記事とかでもね、そうですそうです、ちゃんと言ってあげないとね、もう、そうなんです、響かないですからね、あなたは変態ですと、うん、そう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 、ズバッと言ってあげること大事だなと思って、うんうん、分かりやすくなりますね、そうですね、そうすることでね、うん。朝の、あ、準備が、はい、草の餅、草の餅です。大友のやかもちみたいですよね。本当確かにね、大きなやつですよね。あ、間に脳が入ることによって、大友やかもちは大友のやかもちですか。脳を入れることによる高価さの、出自がね、はっきりしますよね。草の餅、草の餅でございます。じゃあちょっと動画の後、1分間で人はどれだけ有給の時に思いを馳せられるのでしょうか。竪穴住居になってきました。それでは1分間始めます。よーい、スタート。もう縄文の人もここ狭いなと思いながら入ってたんだろうな。縄文の人でも縄文の人小さいからここはちょうどいいなと思ってたのかな。あ、ここ入ってきて、あ、俺の家だなとか思ってたんだろうな。あ、真ん中にかまどがあるんだよなと思ってたら、ここでやってたんだろうな、ここで火焚いてたんだろうな、ここに縄文土器置いてたんだろうな、縄文土器置いてここで火焚いて、こうバーッと煙のばらしてんだろうな、煙がこううまくいこと抜けてたんだろうな、この縄文土器のこう硬いの縄文土器作ったんだろうな、隣で作ったんだろうな、おい、そんな近くで縄文土器作ったらもう熱いじゃねえかとやってたんだろうな、こう縄の模様つけたりしたの、縄の模様飽きたなとか言ってたんだろうな、もう縄の模様しかないじゃねえかとか言ってたんだろうな、でもドキ作ったらドキドキするなとか言ってたんだろうな、もうそのギャグ飽きたって、飽きたんだろうな、そのギャグそれしかなかったんだろうな、隣お父さん、お父さん、お父さんこう座ったんだろうな、お母さんもここ座ったんだろうなと、お父さんとお母さんドキ地形な、飽きたなとか言ってたんだろうな、もうドキしかないなとか言ってたんだろうな、あ、これでどんぐり、どんぐり食べたんだろうな、どんぐり、お前が食べたどんぐりここに置いたんだろうな、でここにこうの煙をブーッと蒸されて、ああもらった、人は1分間でそこそこの思いを馳せられます。それではさよなら。はい、竪穴式住居で、うん、悠久の時に思いを馳せる、馳せまくる。意外とでもああいう、僕ああいう古いところに行くってやることって大体ああいうことしてるんですけど、はいはいはい、当時の人の思いを考えるとか、
みんなそうじゃないかな。いやでもそうじゃない。そうですよね、うん、やっぱ 人のことを考えるよね。そうそう、なんていうか物っていうよりもさ、どういうものを使ってたのかっていうよりも、うん、どんな生活でどう何考えてたんだろうって。そうですよね、うん、何考えてたんだろうってね、うんうん、寒いなとか思ってたんでしょうね。いや寒かっただろうね、うん、でもそれはね当たり前だったかもしれないからね。そうですよね、うん、そうだというのを1分間でやるっていう、はい、スピード勝負にするっていう、うん、ゲーミキフェーション、ゲーミキフィケーション、草の餅、草の餅、なんかあんこの感じが違う。これはよもぎ のことはあんまり考えてない。そうなんだ。こんだけ緑なのに、うん、めちゃめちゃ緑じゃないですか。そうですね。なんでだろう。なんかあんも結構甘めで、うん、なんていうのかな、割とこうあんまりこうなんつうのかな、なナンパな感じがしませんか。うん、なんか硬派なガチの感じじゃないよね。ちょっと甘っちょろいよね。そういうきっと良さもあるんでしょうけど。ああこれは、うん、よもぎは僕らも言ってるように大麻みたいなもんですから。はい、そうですそうです。いかに含有量が多いとか。そうですそうね、うん、濃いかね、濃さ、もっとその薬っぽい薬効成分を、ね、はいはい、尊重してもらわないと。そうね、困りますわ、ね、宇宙っぽいね、ほら、うん、もうむくむかないよりも物が何ってあ、味はまあ芋だよね。メンタルやられそうだ。会社の人が来たやつですね、うん、ですね、新人がね。メンタルやられそうあれは生なんだよね、もちろん芋。うん、うん、宇宙芋ってなんだよってすごいですね。なんだっけな、調べたんですけどね、うん、出自はなんだっけな、 なんかブランド名、そのインカの目覚めみたいな感じで宇宙芋ってことですかね。まあ、ちょっと新しい感じの品種らしいんですけど、まあ、里芋っぽい何かね、あるらしいんですよね、宇宙芋っていうのが茨城県とかで。うん、研修の後はこのメンタルがやられそうだって言った後、はい、すぐに撮影をやめて、うん、ちょっと休憩時間があります。あ、本当に、じゃあ本当に来ちゃったんだメンタルに意外にあれですね。なんか僕、いや僕らも邪魔しては悪いなと思って。あ、そうかそうかそうか、まあそうですよ ね、 ちょっと気を使ったという意味合いもある。ムカネ安堵って何かなと考えましたね。ムカネ安堵って何なのかなって、会社にとって何なのかなって、会社の人間じゃないですけど、費用対効果などを考えましたね。考えましたね、うん、はい、その手にしっかり握りしめてるのは何ですか。こうね、風が強いからきな粉が飛ぶんですよ。あ、そうなの。きな粉かけてみたんですけど。あ、きな粉かけてみた。いいですか、食べて。はい、これもう遊びのやつだからな、これな、うん、生まれ変わるかもしれないですよ。うん、あの、うん、きな粉かかってる和菓子ありますよ、こういうの。だいたいきな粉かかるとこうなりますよ。あの、信玄餅みたいなきな粉が主張してきました、うん、あ、うん、あ、でもよもぎっぽさもあるな。きなこってうまいっすよね。きなこうまいよ。花池美智也の友達で探そう。ミニ四駆は小学校の頃やってましたね。僕も小1からなんで22年っすね。最初ミニ四駆友達がやってて、これまっすぐしか走んないのって言ったらすごく怒られて喧嘩になったんで、今日タミヤに行ったらそれだけは言わないようにします。ミニ四駆ってそもそもまだあんのかね。細々とやってるんだよ、物好きが、うん、タミヤに行くんすね。おお、ちょっといいっすね。よっしゃかプラモデルとか作ってた、ちっちゃい頃。いや、あの サンタさんに設計図になんか手書きでこう直し消して直してる部分があって、業者のミスかなんかで、それをあ、これはサンタさんの証拠だって言って、サンタさんが持ってきたんだってみんなに言って回ったっていう可愛いところがあった。それ8歳ぐらいの時。じゃあ可愛い、うん、よし。オスプレイだ、知ってるやつ初めて見た。沖縄の辺野古問題とかどう思う。何も考えてなかった時に聞かれたもん。まあこの裏にはいろんなあの問題が潜んでるっていうところも視聴者の皆さんに伝えていきたいです。
意識を持ってもらいたい。まあすごいこの辺は思いつきで開発したぞみたいな感じが、うん、そうだね。興奮が抑えられないね。あ、いっぱいいる。みんな作ってるね。空気に一切無駄がない。空気が張り詰めてるもんな、うん、懐かしいとか絶対言えないよね。俺コースアウトってしたことないんだよ、遅すぎて。今日コースアウトしたいっすね。でもこんだけいるから、で場所も狭いから全然友達になれる確率は高いと思う。俺最近そんなに簡単に友達ってできないんじゃないかって。やっぱ自分より上の人に褒められたら嬉しいと思う。早いミニ四駆を作れば友達ができるんだよ、ね、今回は。そうなるね。下で買ってレシートを見せて入って、俺たちでも下で金払って買えば早いのが作れると思う。すげえな、うん、これめちゃめちゃ他のミニ四駆破壊していくやつだよね。レーザー出すんです大人になってまたハマる人がいるって言って、うん、そんな単純な人多いんだなって思ったけど、すごいテンション上がるわ。分かってんのそれ。ぶち上がってる。全然分かんなかった。俺が一番最初に買ったやつ、スピンアックス。これを進化しちゃった。操作するキャラクターがイクデゲスって全部語尾にゲスつけてて、みんなこれを買わなかったんだけど、うん、めっちゃ金持ち。結構これ買っててめっちゃバカにされた、ね、すげえバカにされたけど、これで1位になったら、うん、オセロみたいにこれまでのことが全部白になると思う。じゃあ俺の夢にかけてくれるか。逆にモーターさえ速ければ、うん、この697円のモーターを買おうか3ヶ月迷ったんだよ、小学校の頃。高速ギアはこういうよくわかんないところにこだわってる方が絶対強いと思う。これでいいんじゃん。あドライバーとか大丈夫かな。貸してくれるでしょ。よし、最強のやつを作ろう、うん、あ、電池買わなきゃいけん。あ、ブレークインしなきゃいけないじゃん。しない、絶対しないとダメなんです。ブレークインしなかったせいで。ブレークインって何。最初にモーターとかを鳴らすんだ。あれブレークインっていうの。あれしなかったことないんだけど。危なかった。俺のミニ四駆なぜかいつもめっちゃ遅いなって思ってて。なんか鳴らしとか言って、うん、ビーってこう回しながら持ってるやつがいて、すげえかっこ悪かったからやんなかった。それ絶対しないとダメなの。今日吉田くんがいてよかったね。絶対勝てるよこれ。よし、うん、こんなもんかな。お前探すものは初回ですね。はい、ミニ四駆初回。吉田君が前の中でずっと、うんうんうん、こうミニ四駆のブレイクインっていう技があるんですって。あ、はい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 、聞きました。なんか鳴らすってやつでしょ。そうそうそう、うんうん、電池を鳴ら温めとくっていうか、モーターとか全部温めとく、はいはいはい、電池1本丸々使い切るぐらい、へーモーターとか温めとくっていうのが、うんうんうん、ブレイクインらしいんですけど、それをやってなかったから僕は弱かったに違いない。おうほうほう。なんか弱かったらしいんですよ。へー。遅かって、うんうんうん、で後で知ったらブレイクインっていう技があったっていうのになった後に、うんうん、俺はブレイクインをやってなかったからあの遅かったに違いないっていう風になっちゃって、うんうんうん、この日もブレイクインブレイクインってずっと言ってたんですよ。ブレイクインの呪いが。そうそうそう、うん、そういう呪いですよね。呪いでしょうな。脅迫観念とかね、うん、精神病とか。そうだよね、後悔っていうのは本当に人生に影を落としてきますからね。あの時ああしてればっていうのはね、うん、もうそれは本当そうですよ。なるほど ね、うん、呪いかかってるんですよブレイクイン。はい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 。でも、はいはいはい、ブレイクインとかこう、うん、動画ギリギリまで短くするから、はい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 、説明とかもだいぶ端折っちゃうんですよ。うん、そっかそっかそっか。みんな はてなマーク浮かんでるかもしれないブレイクイン。そういうことでした。呪われてるんですよ吉田さんね。それはずっと長いこと聞いてもそんなに面白い話はないただ呪われてるってことだけが一つ軸になって、ね、これが終わった後は、バスを見に行くんですね、うんうんうん、ミニ四駆の後、はい、この前撮影してたんですけど。あ、そうなんですね、バスを見に行く。明日が、ミニ四駆編の最後で、はい、その次はバス編なんですけどでその撮影の時に、うん、あのミニ四駆編が3回も続くと思ってなかった。ほうほうほう。大木田さんのツッコミのおかげです、ありがとうございます俺首相なことを言ってましたよ。へー、すごい
2人ともダラ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 喋って悪かったなと思ってたら、あ、そうなんだ。ずっと反省してたんですね。冗談も言わずに。なるほど、面白いこと一つ言わずにね、うん、真面目ですね。真面目ですね、うん、真面目ですよ。だいたいみんなね真面目なんだよ本当にと思ってたけども、うん、そうでもないなっていうのが彼ら2人のいいところでもあるか、ちゃんとクズっぽさがある。そうかそうか、うん、そうそう、クズっぽさってのは才能だからね、うん、あれは出そうと思って出せるもんじゃないですか。大人はなかなかねクズっぽさ出せない。出せない出せない出せないよ、うん、つい真面目になっちゃうからね。そうですね、うん、うん、はいはい、ので、そして編は以上。そしてよもぎもちの、総括ですが、はい、なかなか意図しているような、そうですね、トリップできるのよ、よもぎ餅が、なかなかないですな。はい、3つ目のやつ、あ、カンラさんね、はい、カンラ、うん、銀座の真ん中であんこを炊く、はい、カンラさん、はい、カサカサよもぎ餅が違いですね。私父親がよく仙台に出張行ってて、はい、あの草餅あるじゃない、竹で縛っ、あ、サクサみたいので縛ってある草餅、はあ、あれをよく食べたのを今思い出しました。あれすっごいよもぎ感強かった気がする、ね、あ、そうですか、うん、でも餅が硬いんだよね。笹餅、あ、笹餅だ、笹餅、はい、ね、はい、笹の匂いになってきたりしませんかね。あ、そうですね、笹の匂いになってるんだな。そうだそうだ、柏餅とかもね、はい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 、はい、あのよもぎの柏餅がありますね。はいはいはい、一口ずつ残ってるやつです。あ、そういう、はい、走馬灯のように、ええ、走馬灯のいい和菓子、はい、いい和菓子っていいなと思ってたけど、はい、結構あんこ違いますね。全然違う全然違う、いいやつとそうでもないやつあるね。そうですね、うん、あとでも方向性にもよんのかな、なんていうか、うちはそんなガチの和菓子じゃないですよみたいな、うん、ちょっと面白おかしく楽気楽に食べてもらえますよ的な感じかな。1個目のあんこすごかったですね。すごかったね、あれは、うん、あれは行列分かりますね、うん、ガサガサしてたもん。ガサガサしてた、うん、なるほどね、うん、小野さんが食べた仙太郎の美味しい飴豆大福っていうのはあの同じあんこなんですか。そうかも。そうなんですか、うん、え、あの今日食べた仙太郎、そうだね、仙太郎3番目だよね今日、2番目か、2番目だよ、ちょっと違う気がする。あれはちょっと水飴っぽくさ強かったよね。水飴でしたよ ね、 味がね。でもね、豆大福の方はもっとガサガサしてたあんこ。あ、そうなんです。で、しょっぱい、もっとしょっぱい。あ、そっち系があるんだな、うんうん、なんかあるんですね、そういう名前が。わかんないけど、わかんないよ、はい、わかんないわかんない、気をつけて、気をつけて気をつけて、信じないで信じないでください、はい、僕たちの言うことは全く一つも信じないでほしい、全て黙っていてほしい。それではまた、さよなら